どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。みなしごね、限定みなしごセレクトガチャ、1周年アニバーサリーですね。1周限定ということで、セレクトしたキャラクターが1体確実に手に入るということで、やってみたいと思います。期間限定とね、あと、そうですね、まあ、未所持とかがいっぱいあるんですけども、注目すべきは、ハーフアニバーサリーでね出てきた、どこにいる、どこにいる、持ってるからね出てこないです。見当たらないです。ああ、ありましたね、デメテル。そうそうですね、デメテルと、そう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 ですね、そうそうに999号、これですね。これが正月999号ですね。で、未所持は私光ってますんで、とりあえず未所持の方をね、選んでいきたいと思います。未所持は、アーサーと、カムランですね。カムランのみです。他はね、まあ、いつかは取れるであろうということで、このまま行きましょう。あ、そう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 。このね、限定の方も来てますので、こちら、エミリアとかね、来てますので、取ってみたらいいんじゃないかなと思います。期間限定の方もね、ちゃんと来てますし、クリスマスの方もね、まで来てますからね、きちんと撮っていったらいいんじゃなかろうかと思います。というわけで、私は今回は、カムランですね。を狙っていきたいと思います。まあ、ちょっと説明がね、長かったですけど、カムランを狙っていきます。まあ、1体以上確定ということで、安心して引きましょう。さあ、スキップボタンを押しそうになった。ミトへやってこないですね。まあ、セレクトって確定なんでね。まあ、なんとかなるでしょう。さあ、お願いします。素晴らしい成果ですね。私の戦場は、流された赤子が招く因果。してる？私に念を送ってる。ん？ついていく？あ、ついていく？わかった。一緒に行く？はい、ありがとうございます。特別枠で来ましたね、カムランです。ありがとうございます。さあ、続いては先進ですね。先進はもう迷うことなく。マキアですね。マキア以外は限定はすべて取れてますので、迷うことはありません。私の場合はね。他はね、まあ取れるであろうというところですかね。まあ、狙うならばクリスマス、聖夜のね、ラグナロークかティータンかなっていうところなんですけど、まあ、所持してるのでね、私はマキアを行きます。では行きましょう。ドンと、さあ、ミトへやっていこうぞ。1体は確実なんですけど、2体ぐらいが来てくれるかなと甘い期待をしておりますが、無理でした。はい、行きましょう。ドン。私が愛したものは一つも残されなかった。暑いわね。黒騎士も深海に住めばいいのに。私たちと一緒に夏の間だけでもどうかしら。はい、ありがとうございます。マキアさんがね、手に入りましたということで、続いていきましょう。未所持ですね。
未所持セレクト対象なんですけども、今未所持で一番欲しいのはクレオパトラなんですけど、クレオパトラ工場なんですよね。工場が未だに入ってないっていうのがね、ちょっとどうなっとんねんという話なんですけども、そして、持ってないのがトータクとシャルルでパンダガールですね。ねえねえ、トータクですね。トータクをもらいに行きたいと思います。もうね、あのバレンタイン限定の方でね、ちょっと心をね動かされてしまったというところで、トータクに決定したいと思います。さあ行きましょう。さあ来るか、他にも来てくれるか、お願いします。さあ行きましょう。ドーンと確定のみですね。はい、ありがとうございます。特別枠のみでしたね。私の仕事はこのクソ箱の中で生き続けることさ。先進の駆除ね。吹き忘れたクソがお行儀よく戻ってきやがってよ。いいさ、私が今度こそぶち殺してくれる。はい、ありがとうございます。これでトータクがね、手に入りました。ありがとうございます。これで全ての、優勝ガチャですね、終わりました。まだね、期間限定のね、アニバーサリー危険、アニバーサリーのね、ガチャ引いてないので、こちらの動画の方がね、後になるか先になるか分かりませんけども、これにて終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき、誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラサバタイ。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。